現在成田空港へ鉄道を利用する際は、JR、京成双方の駅が空港の2つのターミナルに直結していて、ほとんどの人がこれらの駅を使うことと思いますが、京成電鉄の空港第2ビル駅の改札を出た付近に、このような連絡通路があることに、お気づきの方もいらっしゃるのではないでしょうか。この入り口をくぐり、妙に酸素濃度の薄い地下トンネルを抜けた先に、もう一つの駅があります。これこそ、知る人ぞ知る成田空港の、裏の玄関口、東成田駅、です。止まったままのエスカレーターに、剥がされた広告、いやに広いコンコース、使われていないホーム、さびれた、という言葉がぴったりのこの駅ですが、空港ターミナルの地下に鉄道が、乗り入れた1991年まで、この駅が空港アクセスの役目を担っていたと聞けば、こういった駅の状態も理解できます。現在は、日中は成田駅からの折り返し列車が40分に1本ほど発着するローカル駅に甘んじていますが、一方で、空港もより駅時代と異なり、この駅からさらに先に鉄路が伸びたという前向きな要素もあります。今回は、そんな、元、空港最寄り駅を彩る小さな小さな鉄道会社のお話です。チャプター1、建設計画。翌年に成田空港の開港を控えた1977年、航路の真下になることになったここ、芝山町でも反対運動は根強く続き、この年には警官1人が死亡、6人が重軽傷を大事件もありました。こんな中、芝山町は騒音問題への補償として、また空港敷地によって分断されてしまう既存の交通ルートの代替として、空港開業と同時に、開業予定であった、京成線の成田空港駅より、芝山町方面への京成線の延伸を、運輸省に要望しました。これに対して運輸省は、京成線としての延伸は、否定したものの、自治体が参加する第三セクターとしての延伸であれば、可能と返答しました。芝山町には、天台宗の寺院、観音教寺があり、かつて離れた三神商寺と、互角に張り合えるほど栄えていたのですが、成田に鉄道ができて以降、成田山に大きく幅を開けられていたこともあって、町にとって鉄道建設は長年に、渡る祈願でもありました。そうして、新東京国際空港開港後の、1981年、芝山鉄道株式会社が、設立され、鉄道路線建設に向けた検討に入ります。当初は、小型電車による線内折り返し運転を前提として、1988年に、芝鉄成田空港から整備場の事業免許を取得しましたが、住民からの、京成と相互直通運転を、すべき、という要望に応える形で、通常の車両を運用する計画に変更し、1990年に京成成田空港駅への乗り入れ許可を得ました。そして、その年の12月25日、工事施工の許可がおります。区間が短いこともあり、すぐに工事が終了すると思われていたのですが。チャプター2、一坪ごとに土地買収。かつて、成田空港反対派が取った行動の一つとして、土地を細かく分け、複数人で持つことによって、土地の買収を難しくする、一坪地主、という方法がありました。これによって、成田空港自体も、滑走路の計画変更等が、やむを得ず行われています。そして、芝山鉄道の計画ルートには、空港建設前からの、一坪共有地が維持されていて、用地取得は困難を極めました。また、当初計画における空港敷地内のトンネルの通過する真上に、空港反対派によって建てられた団結小屋を
再利用した、木の根ペンション、があり、ここの土地は現在も空港反対派の、持ち物で、その地下を芝山鉄道が、通過することを、被験者は、良しとしませんでした。結果、芝山鉄道は大幅なルート変更を、強いられた上、急カーブとなったことから、減速運転が必要となり、所要時間が伸びるという悪影響ももたらしました。結局、着工は1998年に、大幅にずれ込み、2002年の開業を目指して、工事が進められることになりました。ちなみにこの間、会社の収益を確保するため、空港第2ビル内で売店を、営業していたようです。チャプター3、開業と2世紀弁騒動。開業を9ヶ月後に、控えた、2002年1月、芝山鉄道は、新宿の京王百貨店で、毎年行われている、元祖有名駅弁と全国うまいもの大会、に、出店。町おこしのため開業後に、芝山千代田駅で販売する予定であるとして、洋風釜飯パエリア、と、古代米を利用した、花々弁当、が、出品されました。これらの駅弁には、冷めるとまずい、という、駅弁として割と致命的な欠点は、あったものの、比較的好評であったようです。こうして、プロモーションも無事成功を、収め、2001年10月、ついに芝山鉄道は開業しますが、駅弁の販売は、結局行われていませんでした。最初から偽物だったのか、発売予定だったのが急に、中止になったのかはわかりませんが、少し芝山鉄道の心象を、悪くしかねない出来事でした。チャプター4、伸び悩む利用。散々苦労した末に、町民のために、と何とかして開業させた芝山鉄道ですが、開業初年度の輸送実績は、というと、なんとたったの1982人。芝山千代田駅の乗車人員数は、1日平均484人で、第1回で散々ネタにした、かの埼玉高速鉄道、浦和美園駅の、開業初年度の惨状をも、凌駕します。こうなってしまった理由は、もう一つしか考えられません。こちらは、千葉県の公式サイトにある、県内各市町村の自動車保有率の、統計資料なのですが、これによると、芝山町は千葉県内で、トップの自動車保有率を、誇っていることがわかります。もちろん、これはあくまでも現在のデータであり、開業当時のことは定かではないことを、念のため付け加えますが、おそらく現在とそこまで大きな開きはないと、予測します。つまり、鉄道空白地帯としての、歴史が長かった芝山町では、ほとんどの人々がすでに自動車を、保有していたということになります。そんなところに、40分に1本しかない上に、日中はほとんどが成田止まりという、不便な鉄道路線が新しくできたところで、利用が伸びるわけがありません。それでも、2008年度までは少しずつ利用者数を、増やして入ったものの、結局2500人を、超えられないまま、2009年からは減少に、転じ、2013年以降は、細かい変動は、あるものの、開業時よりもさらに低い1400から1500人台で、推移しており、かなりの危機的状況と、言えます。チャプター5、IC カードの罠。芝山鉄道には、朝夕を中心に、都営浅草線からの相互直通運転が、存在しますが、行き先表示に、芝山千代田、と、書いてもらえていません。この、東成田、芝山、という表示は、成田折り返しの列車でも、使われていますが、おそらくは直通時の、芝山鉄道の知名度の、低さゆえの表示と思われます。そして、こうした直通列車で、訪れる、芝山鉄道初心者がよくやらかしがちなミスが、IC カードで改札を、入ってしまう、ことです。というのも、芝山鉄道ではこのご時世、しかも京成電鉄と直通運転を、しているにもかかわらず、IC カードの類が一切使えないのです。
そしてこのことは、都営線や京成本線の、駅はもちろんのこと、芝山鉄道の駅でもある東成田ですら、特に目立った注意書きが、存在しません。しかも、芝山鉄道の駅でもある東成田ですら、芝山鉄道の切符は、連絡切符、扱いをされており、購入するのに地味に手間がかかります。そのため、列車到着後の芝山千代田駅では、IC カードで改札を通ってしまった客と、乗車証明書を欲しがる鉄道ファンが入り混じって、乗降客数が2000人未満の、駅とは思えないような行列に、発展することもあるようです。仮に導入するとなれば、設備投資は1駅分で、済むわけですから、簡単にできそうなのですが。ともかく現状としては、まだ IC カードは使えません。チャプター6、延伸計画。芝山千代田駅の駅前に、かつてこんな看板が立っていたことがあったようです。そもそも、ここに書かれている芝山カラーの京成3700型は、一体何者なのかというツッコミは、一回置いておくとして、この看板の言いたいことは、芝山千代田から先、芝山町中心部を、通って、九十九里浜川まで、芝山埴輪道、に、そう形で延伸してほしい、という、沿線住民の要望です。この延伸要望は、芝山鉄道開業以前からあったのですが、利用状況がこの有様では、とても延伸は望めそうにありません。芝山町では、すでに芝山町中心部と、JR 大崎駅を結ぶ高速バス、成田シャトル、が、1日43便運転され、都心への直接の輸送手段が、確立されているため、今後、この延伸計画、というか、延伸要求が実現する可能性は、極めて低そうです。鉄道空白地帯、芝山町の、救世主として開業した、芝山鉄道。その存在は、輸送手段というよりも、空港建設の見返りと、言った方が正しいものであるのかもしれません。そして、芝山鉄道や、京成東成田線の今後も、決して安泰とは言い切れないところもあります。しかし、東成田駅や芝山千代田駅を、必要とする人がまだいるのも、また事実です。その需要がある限り、走り続けてほしいところではありますが、芝山町の自動車保有率を、見てしまうと、やはり厳しいのではないかと、思えてきてしまいます。皆さんも、芝山鉄道に乗ってみてはどうでしょうか。そして芝山鉄道にご乗車の際は、どうかあらかじめ切符のご購入を、お忘れなく。